どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今回のサロンスタイルはフェイスレイヤースタイルです。フェイスレイヤーって何なのっていう方にね、簡単にお伝えすると、顔周りにちょっと段差を入れて軽やかに見せたりとか、小顔効果を狙ってみたりとか、丸顔の方だったりとか、ちょっと面長の方のこう骨格矯正みたいな感じでね、輪郭カバーみたいな感じのヘアスタイルになります。お客様のビフォーの段階がこんな感じです。長さ的にはミディアムぐらいの長さで、前髪の長さがちょっと目の下ぐらいの長さになってます。横の長さがもう段差も入ってない状態なんで、つながりがないような状態、ここにフェイスレイヤーでレイヤーでつなげていって、骨格矯正だったりとか、ちょっと小顔矯正にしていくような感じです。あとちょっとね、白髪だったりとか髪の毛の癖だったりとか気になるっていうことだったので、今回はね、一緒に幹細胞のメニューも一緒にやって、施術をしていきたいと思います。ではね、早速切っていくんですけれども、前髪をね少しちょっと切って、サイドと前髪の部分をつなげていきます。ここをねこうつなげていくことによって、で例えばここがちょっと割れやすい方だったりとかもちょっとカバーできますし、こうお顔の輪郭もカバーできたりとか、あとはまとめた時にこの顔周りの部分って結構下ろすのって難しかったりするじゃないですか。そういった部分も簡単に下ろせるようになって、小顔効果も狙えるようなヘアスタイルになります。あと今っぽいね、韓国風のヘアだったりとか、そういったスタイリングも結構楽にはなってきます。このスタイルやってみたいけど、なんか似合うかどうか分かんないっていうね、言われてる方も結構多かったりもするんですけど、意外と結構ね、皆さん似合わせるっていうか、お似合いになる方結構多いので、なんか長さは変えれないけど、ちょっとイメージチェンジしたいっていう方に関しては、こういったねフェイスレイヤー結構おすすめです。なのでぜひ参考にしてもらえたらなと思います。であとこのね、幹細胞でね、電気バリブラシを使いながらしっかりとね、こう培養液をこう浸透させていくっていう感じなんですけど、お客様的にはね、ちょっとやっぱボリュームがなくなってきた、ね、髪に張り腰がなくなってきたってだったりとか、あとはねちょっとこう生え際がこう薄くなってきたりとかっていう、それがちょっと悩みの方が結構やる方が結構多いので、最近こういったお問い合わせも結構いただいてるので、概要欄だったりとかにね、僕のリンク貼ってるので、もしねそこでコメントだったりとか悩みご相談みたいな感じもね、今無料で行ってますので、ぜひねご連絡いただければなと思います。これはお客様の声なんですけれども、白髪がちょっと気にならなくなってきただったりとか、あとは癖だったりとかがちょっと収まってきてるように思えるっていう風に、この前言われたんですよ。どういうことかというと、スタイリングがちょっと今までだったら癖があってちょっとあんまり綺麗にまとまらないっていう方が、ちょっとねまとまりやすくなってきたっていう風に、そういったお声もちょっといただいたりもするので、絶対なるわけじゃないんですけど、そういった効果ももしかしたらあるかもしれないんで、よかったらねそういったご相談もね、ぜひちょっと聞いていただければなと思います。早速ねこれでフェイスレイヤー入れて、表面もね段差入れて、仕上がりがこんな感じです。全然違くないですか。軽やかに見えて、ちょっとこう動きが出やすかったりとか、この辺の顔周りはあんまり巻いてないんですけど、乾かし方だったりとかね、こう毛流れだったりとか、結構こういった部分も出やすかったりもするので、スタイリングも簡単にできるかなと思います。ということで今日もこんな感じでご紹介させていただきました。ヘアスタイルちょっとイメージ変えたいっていう方だったりとか、フェイスレイヤーかなりね印象変わると思いますので、よかったら参考になさってみてください。またね、幹細胞だったりとか、まあ他のメニューだったりとかもね、お問い合わせいただけたら無料でご相談に乗りますので、ぜひねお気軽にご連絡ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。